ということで、山田さん、うん、7月24日は、山中さんの誕生日でございます。おめでとうございまーす。ありがとうございます。おめでとうございます。山中さんにはですね、はい、プレゼントがご用意してあります。ありがとうございます。今回ですね、3つの山中さんにチャレンジをしていただきまして、うん、1つクリアするごとに、うん、3700円分のデレスケお食事券をプレゼントでございます。ありがとうございます。37だから3700円。そうです。あのデレスケお食事券というのはそれはですね、はい、もうデレスケと飲みに行った時とか、はいはい、ご飯食べに行った時に、うん、もう使える券ですね。あ、その時におごってくれると3700円分僕が出せるということ。なるほど。ああ、嬉しい。ありがとうございます。和田さんの37秒以内にくしゃみ3回チャレンジ、よーい、スタート。さあ、いったいったいった。いったぞ、出るか。37秒以内でございます。出るか。1回目がそろそろ出たい。そろそろ出たい。10秒経過。そろそろ出したい。そろそろ出したい。あ、1回まだ14秒、14秒経過。あ、14秒、16秒経過。あ、出るか。一回目が早くも出た。あ、二回、あと十、十五、いけるか、あと十何秒ある、いけるか、あと十秒、あ、探し、クリアー。やべえ、本当に来たらうまく見て。クリアー。ありがとうございます。こちら、お米でございます。お米。こちら、あれです。山中さん家の、実家で作られているお米でございます。はいはいはい。山中さんね、米農家の次男坊でございますから。はいはい。やっぱりお米にはたくさん触れてきましたよね。はい。まあ、粒で考えたことなかったですけどね、お米を。10秒以内に37粒取り出してください。よーい、スタート。あ、数えていくタイプ？数えていくタイプ？いいですか？数えていくタイプ、いくタイプ。もうあと5秒よ。4、3、2、一、終了。さあ、行きましょう。37つもあるか。1、2、3。34、35、36、37。ああ、残念、37粒で。いっぱいのは残ってる。あー、あと10粒ぐらいですか？ 10 粒ぐらい。じゃあ、ね、残念、クリアならず。じゃあいいですか、はい、37秒台ぴったりに、37歳の抱負を、はい、言っていただくチャレンジでございます。じゃあ自分のタイミングでスタートしてください。いきますよ。よーい、スタート。まあ、37歳ということで、もうほぼ40歳、かなり40歳が近づいてきたということなのでね、やっぱり大人としてワンランク上の大人になれるように頑張ります。ワンランク上の大人というのはですね、いろんな方にこうお世話になってきて今までこうやってこれたので、そういった方たちにこう、まあ、自分が頑張ることも含めて恩返しをしていくというか、こういうのがワンランク上なんじゃないかなと私は思ってます。なので頑張ります。よし、さあ、じゃあちょっとアップにしてみますね。どう？いいですよ、僕は近づきます。わかりました。山中さん、自分で見てください。どう、どんぐらい？うわー惜しい、惜しい。一つでございましたんで、はい、今度37分を送ります。37歳の山田さん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。